こんにちは、 UCC コーヒーアカデミーの村田美穂です。このチャンネルではコーヒーにまつわる身近な疑問についてお答えしていきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の質問は、簡単に作れる美味しいアイスコーヒーの入れ方を教えてください。これから暑くなってきてアイスコーヒーが飲みたいなと思った時にですね、簡単にアイスコーヒーが作れたらいいなと思うかと思うんですが、今日は簡単にということで、こちらですね、はい、ワンドリップコーヒーを使ってアイスコーヒーを作っていきたいと思います。はい、じゃあ早速ですね、コーヒーを抽出していきたいと思いますけれども、今日使っていくワンドリップはこちらの、フルーティーウェーブですね。 UCC ゴールドスペシャルプレミアムのフルーティーウェーブ、ちょっと爽やかな酸味のあるタイプを使っていきたいと思います。ちょっと私さっぱり飲みたいので今日はこちらを使っていこうかなと思います。はい、で、こちらの商品は、10g 入ってますので、ちょっと氷で直接冷やしていくので薄まってしまうことを計算して、50g のお湯の量を使って抽出をしていきます。お湯の温度は、92度、こちらを使っていきたいと思います。はい、では早速抽出をしていきますが、はい、まず用意するグラスですけれども、ワンドリップが引っかかりやすいこちらの少し口が広いものですね、はい、こちらを使用していただくと抽出しやすいかと思います。はい、こちらに、直接ですね、まず氷を入れておきます。はい、で使う氷はできればカチ割りの氷ですね、はい、を使っていただくと、氷が溶けにくいので薄まりにくいのでおすすめです。はい、でこちらにですね、ドリップバッグ、はい、こちらのワンドリップコーヒーをセットしていきます。でこの時のコツとしては、ちょっと平らにしながら、はい、カップにセットされるとお湯が均一にかかりやすくなるので平らにしてください。はい、でワンドリップコーヒーは、前回ご紹介した通り、2タイプを主にやるんですけども、こうフックタイプのものだと氷が入りにくいので、できればカップ温式のものですね、を使用していただく方が抽出しやすいです。はい、ではですね、はい、こちらに直接抽出をしていきます。でこの時に最初にですね、蒸らしを行っていきますけれども、この時は同じようにですね、コーヒー粉全体にお湯をかけて、まずコーヒーのガスと取り除きながらお湯の通り道をですね、確保していきます。ではお湯を入れていきます。20g で蒸らしをします。およそですね、お湯をかけてから20秒ほど経ちましたら、次のお湯ですね、はかりをですね、足し算で、50のところまでですね、お湯を注いでいきます。ですので残りの 30g をお湯を入れていきます。この時のコツとしては、ゆっくり注いでいただくといいですね。これあまりドバッと注いでしまうと、あっという間に抽出が終わってしまいますので、できれば濃厚な味わいのコーヒーを、はい、抽出していただいた方が、よりアイスコーヒーの、コーヒー感をしっかり楽しめますので、ゆっくり注いでいただければと思います。はい、もう終わってしまいました。氷の上に直接コーヒーを抽出するのは、実はこうキュッと急冷をしてあげる方がですね、香りが閉じ込められて、かつですね、こうゆっくり冷えていくと、こうコーヒーの液体って濁ってしまうんですね。ですので、こうキュッと冷やすと、透明感のある、アイスコーヒーが仕上がりますので、ぜひ、直接ですね、急冷をしていただければと思います。でここにですね、氷を足します。はい、でしっかりとスプーンか何かでこう混ぜてあげて、しっかり冷やしていただくと
これで完成です。はい、では出来上がりましたので早速こちら飲んでいきたいと思います。まあ、実はこのワンドリップコーヒーのアイスコーヒー初めて飲むんですね。はい、フルーティーウェーブ、ちょっと楽しみです。いい音ですね。じゃいただきます。爽やか。あ、めっちゃ美味しいです。思った以上に美味しかったです。うん。試してほしい、はい、結構ワンドリップだと薄くなるイメージがあったりとか、そんなアイスコーヒー作れないんじゃないかなと思われてるかもしれないんですけども、期待以上の、はい、もので飲んでいただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもご自宅でですね試していただきたいと思います。ということで今回はですね、簡単に作れるアイスコーヒーの入れ方をワンドリップコーヒーを使って作ってみました。ワンドリップコーヒーは、まあ、器具を使わずに手軽に、簡単にアイスコーヒーが作れますので、ぜひご自宅で、楽しんでみてください。以上 UCC コーヒーアカデミーでした。コーヒーに関する疑問がありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。